床緑が立川区役所に住民票取りに行ったら居住してなくてもらえなかったと見ましたか。じゃ選挙法違反じゃん。おいふざけんなよ、お前返せよ。3年間で3000万ぐらい受け取ってんだから、立川市民の血税で貴様の給料払ってんだから返せよちゃんと。架空住所やろうが。住民はどこにあんだよ。って言ってた。嘘でしょって言ってたでしょ。本当捕まりそう。カメアリってずいぶん昔じゃない？俺が YouTuber やる前だよ。緑さんどこ住んでんだろう今。あれ亀有の、あ、立川の前って平井住んでたんだっけ。じゃあ行ったことあるよ。あ、パンダと暮らしてた場所俺行ったわ。もうカビだらけの部屋でしょ。顔だけ隠しておっぱい丸出しのパンダさんが俺見たことあるよ。あ、どうもお邪魔しますって入ってったらキャーとか言って、あのチョッパーみたいに顔だけ隠しておっぱいとか感じ全部丸出しで、あ、どうぞお入りくださいって言ってた。これガチなラッキースケベバームコート立川すっげえさ、いいチェンジアップ投げそうな助っ人がソフトバンクにいそうだね。打てなそうバームコート立川。巨人来てくんねえかな、バームコート。今品川区の区議会議員選挙に出るために品川の物件探してるらしいけど、久保田学という名前を聞くと不動産屋がみんな NG を出してどこも住めないし。おい、ふざけんな、だんだん俺の家に近づいてくんじゃねえ。黙って立川いてくれよ。立川市民が責任持ってお前引き取れや。だんだん近づいてきてんじゃねえかよ。目黒区と品川区なんか隣だぞ。ふざけんな。23区から出ていけ。ねるさん N 国党辞めたの知ってるよ。